おはようございます。一宮キリスト教研究所のアグロストムです。今朝も旧約聖書を試からご一緒に学んでまいりましょう。今朝は記念すべき朝です。といいますのは 1> 約1年かけて詩編第1巻1編から41編の最後にたどり着いた朝だからですそれで今朝は最初に全体を見つめる意味で詩編はどのように集められ編集されてきたのかについてお話したいと思いますこの詩編150の の詩はもともといくつかに分かれて存在していた詩集を集めたものです「少しのダビデ以前の要素と詩としてダビデ時代から補修後の時代に至る数百年の間の歌がいろいろな状況の下で集められたものですおそらく最初の修正は ダビデ時代かそのすぐ後の紀元前10世紀には集められたものでしょうそれがいわゆるダビデ衆として保存されているものなのです後の王たちの時代にも神殿聖火隊や祭儀のためにそうした修正が行われてきたものと思われます これらの詩集を挙げれば、以下のようになります。第一に、ダビデ集。第二に、アサフ集。第三に、コラノコ集。第四に、都のぼりの歌。第五に、ハレルヤ集です。このように、して、小さな修正を見てきた歌集は、さらに、 神様の名前を手がかりとする二次的な編集を受けました。すなわち紙編3編から41編のほとんどの神の名はヤーウェイであり、42編から83編のほとんどはエローヒムです。また、84から89や90編から150編でもヤーウェイが多く、エローヒムはわずかです。 これらの点から見て第1に1辺から41辺がヤーウェイ衆42辺から89辺がエローヒム衆90辺から150辺がヤーウェイ衆という3つの区分に編集された段階がありましたその後、詩紙の編集者たちが現在の5巻5つの区分をするのに何を基準としたのかは ままだ明らかではありません。一つの興味深い説明は「紙幣」を「モーゼ御所」に対する改修の五分の応答として表現したのではないかと言われています。現在の紙幣に至るまでに少なくとも6世紀の時間が費やされてきたのです。 では今朝の聖書箇所を開きましょう第1巻最後の詩篇第41編を朗読させていただきます詩篇第41編「識者のためにダビデの参加」<laughs>「幸いのことよ弱っているものに心を配る人は災いの日に主はその人を助け出される」 主は彼を見守り、彼を生かし、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主が病のところで彼を支えられますように。彼が病むとき、寝床から起き上がらせてください。私は申し上げます。主を 憐れんでください私の魂を癒してください。私はあなたの前に罪あるものですから。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死にその名は消え去るのだろうかと。人が見舞いに来てもその人は嘘を言い。 心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらします。私を憎む者は皆、私について共にささやき、私に対して悪を企みます。邪悪な者が彼に取りついている。彼が床についた方にはもう二度と起き上がれまい。 私が信頼した親しい友が私のパンを食べている者までが私に向かってかかとを上げます。しかし主よ、あなたは私を憐れみ、立ち上がらせてください。そうすれば彼らに報いを返せます。このことによって私は知ります。あなたが私を喜んでおられること。 敵は私に向かって勝ち時をあげません。私の誠実さゆえに、私を強く支えてください。いつまでもあなたの見舞いに立たせてください。本べっからイスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで。アーメン。アーメン。 さて、聖書に書いてありますようにこの詩篇41編は詩篇5巻の中で第1巻の最後に置かれていますそれはこの詩篇が詩篇第1巻のメッセージの本質をよく捉えていることから来ていると思いますこの詩篇を全体を見ますと まず、祝福の言葉が一節から四節にあります。弱者を思いやる者たちに対する主の善人と救いが記されています。A. B. として五節から九節に救いを求める祈りが記されています。C. として十節から十二節に感謝に満ちた賛美が記されています。 そして D、昭 A として、紙幣第一巻を閉じる印が13節に記され構成されています。嘆願の祈りと感謝の祈りが構成としてなされているということですね。この一節の弱者を思いやる心というのは、紙幣 また聖書全体を見ますときにそのような心の持ち主は主ご自身であるということですね。この主ご自身のものである弱者を思いやる心がその主から信仰者の心に流れてくるということです。そしてその心が信仰者の人格と生活を通してあふれることが期待されているのです。 4節を見ますと主をい。憐れみの主に対して呼びかけがありますまた実説にも主よ、あなたは私を憐れみと主の憐れみを求める憐れみの見業を求める祈りがあります人間はホモ・パティエンスと言われます すなわち、人間はやめるものであり弱い存在なのです聖書によれば人間は主の憐れみなしに2節生きていけないもの3節起き上がることのできないもの実節立ち上がることのできないものなのです 申し上げましたように、一節の弱っているものに心を配る人とは、主の憐れみを流し出す通り良き苦だとなって生かされている人のことです。そのような人は十一節に、あなたが私を喜んでおられると主に喜ばれる人なのです。しかし、この詩編での要点は、 世界で生きていくときにそのような生き方をしている人であっても一節にあるように災いの日に直面しうるということですそのような災いに起こりうるそのような災いに直面しうるそれがこの世界なのです「シューイエスは」はヨハネ16章33節で世にあっては 苦難がありまますと言われましたしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ちましたと言われましたですから私たちはこの聖書にある信仰の信仰者として現実主義者として生きていくことが勧められているのです私たちはどれほど臨時愛にあふれて生きたとしても三節 病のとこに伏せたりもします。年齢を重ねていくと、人間の体は万病のデパートのようになっていきます。同層生で集まると、私はあそこが悪い、あいつはどこそこが悪いと、まるで病気の自慢会のようにもなると言われます。 そのような人生に生きている私たちにとって、この詩篇はどのような意味を持つものとなり得るのでしょうか。私たちがこの詩篇を自分の生活の中に取り入れ、生かしていくためには、一節、災いの日、三節、病のとこを象徴的に解釈し、広く適用していくことが大切と思います。 つまりこの紙篇の断片を昭和するときにその否定的状況を表す象徴的イメージの枠の中に私たち自身の否定的材料のセメントを流し込むのです紙篇のイメージの中に私たちの生活の中で生じる様々な否定的な出来事を流し込みこの紙篇。 さらには一辺から四十一辺そして百五十辺のすべてを折にかなった適応していくということで祈ること叫ぶことを学び続けることが許されているということなのですこの支援の作者は彼の人生において一節、災いの日三節、病のところで何が起こったのかを記しています 二節では敵の意のままに。五節では敵は私の悪口を言います。見舞いに来てもその人は嘘を言い、心の中では悪意を蓄え、外に出ては言いふらしますと。人間、関係社会でよく見られる現象について語ります。絵日本では腹ーと言いますか。言葉としての社交事例と。 心や行動で示されることとの間にはギャップがあり、裏表があり、逆さまである場合もあることを経験します。私たちは、純朴に生きることの難しさを学ぶのがこの世界なのです。さらに、悪いことには敵対関係にあるものだけではなく、 説信頼者ともいやまた私のパンを食べているという私が世話をし面倒を見てやっている者までもが私に向かってかかとを上げるという悲惨な状況に言及しています。なんという不条理なんという義理も人情も刷れた社会であることでしょう。 大切なポイントはこのような目に遭っている人が普段から一説弱っている人にものに心を配っている人であるということですしかし歴史を振り返りますと社会全般がそのような状況に陥ることもありますナチスドイツが支配したヨーロッパ各地で その先日まで友人であった人たちがユダヤ人ということだけでかかとを上げられる経験をしたことが明らかになっています。彼らは仕事だけではなく家も財産も家族も命までもが奪われていったのです。君子表変すると言いますが前日まで親切にしあっていた隣人が 翌日には突然そのようになってしまったというのです羊の皮を脱いで現れたのは狼のような存在だったのです人間というのは何とも何ともろい存在なのでしょう日本でもキリシタン迫害の時代や 戦時時中ののの国家神道の時代においては、類似の事件が起こりました。私たちの時代ではそこまで緊迫してはいませんが難しい人間関係や自身や家族の中に病気や障害を抱え困難な戦いの中にある人は少なくないと思います。 どこの家族の中にも何らかの弱さを持つ家族を抱えていたりまた健全と思われる人でも何らかの人格的な課題や弱さを内包していることはよく知られていることですそのような中に置かれ生かされている私たちはそのただ中において実説「しかし主よあなたは私は憐れみ」 立ち上がらせてくださいと叫ぶ特権が与えられているのです。十二節、私の誠実のさのゆえに、私を強く支えてください。いつまでもあなたの御前に立たせてくださいと祈ることが許されているのです。さて、詩篇とは一体どのような祈りの章なのでしょう。 振り返っていますと、エジプトを脱出の時、パロの軍隊の追撃を受けた民は、神に叫び、ギリギリのところで海の真中に道が開かれ救われました。そして敵軍は海の木図と消え去ったのです。その時にミディアムの賛美が最初に記録された聖書の賛美の歌と言われています。 しかし、聖書の脱出の物語は続きます。その続きでは、約束の地に向かう途上、荒ナを通過することになりました。ある有名な歌では、巡礼の道は深淵に導かれた。核も苦難に満ちた現実に出会うためであったのか、と歌われています。イスラエルタイムもそのような気持ちになったことでしょう。 憐れみの神恵みの神に救い出された私たち信仰者はいかなる生涯を生きるように定められているのでしょう。ローマ11章の終わりにあるように「ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう」「神の裁きはなんと知り尽くしがたく」「神の道はなんと極めがたいことでしょう」とあるように神の道は計りがたいものです。 そしてその道は、時として深淵に、苦難に、荒野へと私たちを導くのです。そうなのです。数百年かけて神の民の中で形成されてきた嘆きの祈りと感謝の祈りの詩編集は、人生の荒野をさまようその時点で、混乱と同様に苛まれ、 私たちの生が混沌の極みにあるかのように思われる状況下で捧げられた嘆願と賛美の記録なのです。私たちが時々参考にしています本の一つに、後にハイデル・ベルク大学の教授となった一人のドイツ人牧師、クラウス・ベスターマンの本があります。ベスターマンは第二次世界大戦中捕虜収容所にいたとき、 新約聖書と詩篇を抱えており収容所の中で詩篇の研究に取り組んだそうですそうなのです私たちも私たち自身が人生の数々の苦難の中にあると思うときその時というのは詩篇が意味するものは何なのかということに取り組む機会なのですベスターマンは これらの詩編の歌が多くの人々の試練に際して何を意味するのかということを深く考えさせられ試作させられました。今日詩編の歌はあなたに与えられた苦しみあなたが直面している試練においてこの詩編の断片は私にとってどういう意味があるのか 問うように進めているのですあなたがそのことに取り組み従事していくとき計り知れない恵みの方向そこに見出すことになるのですナチスドリツかで準拠したボンフェファーという牧師は家族や友人から強制的に引き離された場で 人々が成果や祈りの語りかけ、あるいは沈黙をでもって神を賛美するときには、いつも個人としてではなく、共同体のメンバーとしての自分を意識したということです。一個人としてだけではなく、大きな神の民の一員として、その一部として自分の苦しみと賛美を 見つめる恵みに預か飢えと,と,と寒さの中で尋問の合間にあるいは死刑宣告を受けた時でさえ神を賛美する特権があったいつでもどこでも全教会が預かる神への賛美によって支えられていることを実感したと書き残しています。 私たちもそうありたいと思います。私たちは一人で苦しんでいるのではないのだ。星の数ほどの神の民、砂の数ほどの神の民の一員として苦しんでいるのだと。詩篇の単眼と賛美の祈りの断片に預かるとき、私たちは神の民の有機的一体性において、より広く、より高く、より深く、 より長く永遠の視野で成長させられていくのです。ではお祈りいたしましょう。